社会主義及び共産主義を築いていくためには、いろいろな才能を持った共産主義的な人々が行動を共にしていかなくてはならない。最も大切なことは共産主義の思想で人々を武装させることだ。新しい世代を教育するためには何よりも思想の改造が課題となる。燃えるような共産主義者は若い世代に社会主義や共産主義の実現に専念する闘士になるよう教育し、革命に対する正しい見方を植え付けなくてはならない。革命に対する正しい見方を身につけるためには、共産主義的な革命の精神が骨の髄まで染み込んでいなくてはならない。共産主義的な革命の精神とは、党や指導者、労働者階級や国民のために犠牲を厭わず熱烈に奉仕することである。革命の敵を心から憎み、いかなる困難な状況の下でもためらうことなく最後まで戦うこと、そして革命の遂行にあくまで誠実さを保つことが求められる。肝心なのは自らの力に基づく革命の精神である。自分の力で全ての問題を解決し前進することによって困難や障害に勇敢に打ち勝たなくてはならない。自らの革命組織を固め、組織の規律をあらゆる面にわたって判断の基準にしていかなくてはならない。すなわち高度に組織化することおよび規律化することである。このような共産主義的な革命の精神にのっとることによってのみ真の革命家になれるのである。朝鮮労働党の党員の考え方や革命のためのあらゆる人々の活動は父思想をよりどころにしている。党の指導者に忠誠を尽くす核心となるのは革命に対する考え方、つまり父思想である。社会主義及び共産主義の道は指導者によって切り開かれ、党や指導者の管理のもとに実現する。革命運動は党の指導者の指揮によってのみ勝利をもたらす。したがって革命の勝利を確信するためには党や指導者に対して限りない忠誠を誓わなくてはならない。これは我が人民が敬愛する首領様金日成同志の銅像です。この芸術的な記念像は偉大な首領様が自ら創作し公演した花売る乙女を映画化した時の一場面です。偉大な首領様が革命オペラの主人公たちに囲まれています。この記念像は1974年10月敬愛する首領様金日成同志に対する党映画撮影所全員の感謝と忠誠の気持ちを込めて建てられました。この石碑は敬愛する首領様が1948年2月28日親しくこの場をご訪問され、我が国の映画をスタートさせてくださったことを記念するものです。また偉大な首領様の不滅の作品が我が国の映画史上に残る遺産として映画化されたことが書かれています。石碑の内容を見ますと、民族の運命を一身に背負い抗日革命の聖なる戦いを勝利へと導き、この地に民族再生の新しい泉をもたらした我が人民の偉大な太陽
キム・イルソン同志、億万年の差流れ、お日様や月が沈んでも我が国の映画発展のために深いご恩をくださった偉大な首領様キム・イルソン同志の気高い志、私たち映画芸術家一人一人の胸に世代を超えて末永く伝えるべき財産と書かれています。この映画撮影所が創立されて40年となる今日まで、敬愛するキム・イルソン同志におかれては13回、またご子息であり後継者でもある親愛なる指導者キム・ジョンイル同志におかれてはなんと332回にもわたって我が撮影所の現地指導をしてくださいました。偉大な首領様は、資本主義の社会では監督は資本家の言いなりになってただお金を儲けるだけですが、社会主義の社会では正しい責任を持つ自主的で創造的な芸術家ですとお話になりました。偉大な首領様と親愛なる指導者同士の限りない貴重な指導のおかげで、我が国の映画は思想芸術的に極めて高い水準を持つ完璧な映画に発展してまいりました。
この家がまさに敬愛する首領様金日成同士が誕生され、子供の時に革命の大きな志を育まれた由緒深い万元での故郷の家です。崇拝の証として我が人民は大いなる愛情を抱いてこの地を訪れます。偉大な首領様金日成同士は幼い時、大動荒にかかった虹をつかもうとこの木に登られ、革命的な意志と未来への遠大な志をお持ちになりました。敬愛する首領様金日成同士の革命一家は代々この井戸の水をご使用になりました。敬愛する首領様金日成同士は子供の頃、軍艦の形をしたこの岩に登り、日本帝国主義を打倒する計画をお考えになりました。偉大な首領様金日成同士は子供の頃、この岩で友達と滑り台遊びをしながら祖国を取り戻す知恵と頭脳を磨かれました。ここがまさに偉大な首領様が子供の時に友達と相撲を取られた場所です。偉大な首領様は幼少の頃から、祖国を取り戻すためには体が丈夫でなければならないとおっしゃって、よく体を鍛えられました。いつもここで相撲をする時、自分より2歳も年上の人を相手にしました。そしていつも力によってではなく巧みな技で勝ったのです。偉大な首領様は子供の時から勝つためには知能が必要であることをすでに知っておられたのです。偉大な首領様は子供の頃、お父様とよく一緒にここへ来られ、愛国教育を受けられました。またご自身も友達を集めて本を読んだりした学習の場所でもあります。お父様はその岩に座って、祖国の美しい山川や愛国的な歴史上の名将軍の話を聞かせながら、一生懸命勉強するようにお教えになりました。ある日のこと、おじい様おばあ様が夕方遅くまで孫を探してここまで来られたことがあります。そして偉大な首領様が岩の上に座って読書に夢中になっておられるのを見つけました。偉大な首領様は友達と一緒にここで本を読みながら、日本帝国主義を打ち破って必ず祖国を取り戻す大きな志をお持ちになりました。この凱旋門は偉大な首領様であり、我が人民の敬愛する金日成同士の70歳の誕生日を祝って建てられたものです。門の左には1925、右には1945という数字が刻まれています。1925年は偉大な首領様金日成同士が13歳の時、祖国を取り戻すまでは決して帰らないという固い決意を持って万元でを離れ、革命の道に立った意義深い年です。1945年は偉大な首領様金日成同士が日本との武装闘争に勝利して凱旋された年です。この凱旋門は日本帝国主義との戦いによって祖国の独立を取り戻した偉大な首領様の勝利を永遠に記憶する記念の建造物です。ご子息であり後継者となられる親愛なる指導者キム・ジョンイル同士は、偉大な首領様の誕生記念日をより意義深いものにするためこの建築を提案されました。親愛なる指導者キム・ジョンイル同士は自ら凱旋門の設計をし、アーチを据え付ける時にも現場で重要な指示を与えながら建築の全工程を見守りました。凱旋門は偉大な首領様であり、我が人民が敬愛する金日成同士の70歳の誕生日である1982年4月15日に完成しました。平壌家
この平壌地下鉄は偉大な首領様キム・イルソン同士の教えによって建設されたもので、1973年に完成した路線と1978年に開通した路線が十字に交差しており、深さ200メートル、全長は34キロメートルになります。この駅には復興という名が付けられています。偉大な首領様キム・イルソン同士と親愛なる指導者キム・ジョンイル同士の導きによって、我が祖国が再生する道に通じていることを表しています。復興駅には労働者や農民、青年学生と知識人、子供たちの中にいるキム・イルソン同士を描いたモザイクの壁画がホームの正面に飾られています。また両側には革新の朝、栄光の歌と題する壁画があります。この次に行く駅は栄光という駅です。偉大な首領様と親愛なる指導者の功績によって、我が人民に限りない栄光をもたらされたことを表しています。栄光駅には有名な白頭山が描かれています。白頭山は偉大な首領様キム・イルソン同士が革命活動を行い、また親愛なる指導者キム・ジョンイル同士がお生まれになったところでもあります。ここは偉大な首領様キム・イルソン同士の著作の展示館です。この展示館には偉大な首領様キム・イルソン同士が自ら執筆された不朽の古典的老作が時期別に展示されています。親愛なる指導者キム・ジョンイル同士は偉大な首領様のご子息であり、我が党の後継者で、偉大な首領様キム・イルソン同士が開拓された主治思想の革命業績を輝かしく継承発展させている誇らしく賢明な指導者です。ある日、親愛なる指導者キム・ジョンイル同士は、外国の出版社が朝鮮に関する率直な報道を出版する計画を持っていたが、十分な提供ができず南朝鮮の出版物から借りたことを知らされました。そうした欠点を補うため、朝鮮に関する正しい報道を外国語で出版するよう指示されました。朝鮮外国語出版社は、偉大な首領様と親愛なる指導者同士を褒めたたえる多くの翻訳を出版しました。例えば「類まれなる巨人」という本では、短い物語の中に偉大な首領様の先見性、高貴な精神、勇気、決断力、豊かな資質、指導力、
熱い愛国心、あふれる優しさ、義務感と人間性を備え、気高く優れた革命のリーダーであり、心温かい人民の父であることを示しています。この写真集「人民の指導者」は朝鮮絵画の傑作を集めたもので、4カ国語に翻訳されています。作品の形式は国民的で、内容は社会主義者を表現しています。絵の題名はといいますと、すべての人民が太陽を見上げている。偉大な首領様金日成同志が祖国の解放という崇高な目的を持って鴨緑江を渡っている。偉大な首領様金日成同志は不朽の名作朝鮮の歌を広められる。偉大な首領様金日成同志のおかげで野菜が大豊作。敬愛する首領様金日成同志が朝早くからトウモロコシの種植えをご指導。偉大な首領様金日成同志は科学者や技術者のとても困難な問題を即座に解決。人民が最も愛する首領様金日成同志はおばあさんの長い徒歩旅行を心配して車を止めさせる。真夜中の雨にもめげず、偉大な首領様と親愛なる指導者同士は子供向けにたくさんの物語を書きました。それも外国語に翻訳されています。猿の兄弟は親愛なる指導者キム・ジョンイル同士が小学校の植物部の委員であった時に友達に話したものです。多くの本は親愛なる指導者キム・ジョンイル同士がキム・イルソン大学を抜群の成績で卒業したと述べています。彼は優秀な建築家であり、作曲家、作家、映画監督でもあります。その著書ジャーナリストの偉大な指導者では、親愛なる指導者同士がテレビのスタッフに、カメラマンがどうすれば一番良い写真が撮れるのか、そのカメラを固定することを教えたということが書かれています。
우리 평양 산호는 위대한 수림께서 구상하시고 친일한 주자님께서 직접 지도하셔서 당지 평양 사인과 위대한 수령사마 김일성 동시의 지혜와 신앙나르 지도자 김정일 동시의 배려によって 1980년 3월에 준공했습니다. 건설 기간은 わずか 1년という 短い ものでした. この 사인은 평양 시민이나 誰でも 이용できる ようになっており 偉大な 首領様の 配慮によって 母親の 健康を 守り 生まれたばかりの 最も若い 同胞が 恵まれた 環境で 祖国での 生活を 始めるための 施設です。 私どもの幼稚園は親愛なる指導者キム・ジョンイル先生が親しく名前を付けてくださった総合幼稚園です。この幼稚園は子どもたちが1週間ここで寄宿生活をし、日曜日に自宅へ帰ることになっています。子どもたちは年長と年少とに班分けをされています。4歳児の年少班は偉大なる首領様と親愛なる指導者先生の幼少時代について学びます。5歳児の年長班には偉大な首領様と親愛なる指導者先生の伝記、朝鮮語、歌、踊りなどを教えています。こちらを見てください。今日習ったお話を誰がよく覚えているか先生が聞いてみます。敬愛する首領様キム・イルソン元帥はいつどこでお生まれになりましたか。はい、1912年4月15日マンギョンデでお生まれになりました。こちらの写真は敬愛する首領様キム・イルソン元帥のお父様キム・ヒョンジク先生です。こちらの写真は敬愛する指導者キム・イルソン元帥のお母様であるカン・バンソク先生です。Yeah.
偉大な首領様金日成元帥が平壌学生少年宮殿に寄せてくださった愛とご配慮、敬愛する父金日成元帥は59回も平壌学生少年宮殿を訪れ、29回にわたって253種6400余点の愛の贈り物をしてくださいました。親愛なる指導者金正日先生は37回も宮殿を訪れ、45回にわたって8000余種の愛の贈り物をしてくださいました。我が校は平壌女子高等学校です。この部屋には偉大な首領様からお送りいただいたプレゼントが陳列されています。偉大な首領様は我が校に9回にわたっていろいろな標本や実験器具、楽器などを送ってくださいました。ここにあるライオンは偉大な首領様の75回目の誕生記念として受け取られ、我が校にお送りくださったものです。こちらにある剥製標本も全て偉大な首領様がお送りくださったプレゼントです。我が校の生徒たちは朝鮮人民のために学び、朝鮮革命のために勉強しています。学校では思想政治活動の科目を教えています。授業を通して偉大な首領様金日成同志の革命活動を学びます。また親愛なる指導者金正日同志の革命活動についても学びます。思想科目として共産主義道徳についての授業があります。また課外活動として偉大な首領様金日成同志の革命活動研究室における週1回の特別視聴覚授業もあります。イデオロギーや愛国教育は生徒が社会主義者となるように啓発する少年団でさらに教え込まれています。このほか少年団員は教師の引率のもとに工場などへ行って社会政治活動をします。このビデオカセットは親愛なる指導者金正日先生が私たち学生のために1982年11月3日親しくお送りくださったものです。私たちのお父さんお母さんは偉大な首領様のご指導のもとに社会主義、共産主義、そして繁栄という素晴らしい財産を築きました。이대회는 주체의 깃발을 따라
찬란한 공산주의 한길로 힘차게 나아가는 우리 조국의 옥새님, 다시 한번 온 세상을 떨칠 충성의 대회, 성나원 대회, 영광의 이 대회에 참가한 영웅 아버지, 어머니, 형님 누나들에게 전체 선임자들의 이름으로 열렬한 축하와 생일 인사를 드립니다. 혁명업적을 후손만대에 길이 전하여요. 그공아 마사니 개아이스를 지지 김일성 元帥の 革命業績を 後の世まで継承するため 景色の良い山の中に彫刻して作った 김일성将軍の歌です。 長白山の峰々に血を流したところ、 両方の岸辺に血を流したところ、今日も自由な朝鮮の花束の上、歴史に輝く神聖なところ、聞けば聞くほど敬愛する父、金日成元帥の革命業績が胸に響いてくる言葉が刻まれた岩であります。本当に敬愛する父、金日成元帥は、日本の支配に反対する闘争の時から今日に至る長い間、 人民のために素晴らしい文化観光施設を作ってくださいました。このように景色の良い妙高山を世界のあらゆる人に開放し、私たち青少年や学生、人民が登れるようにしてくださいました。少年団の皆さんはここに刻まれた金日成将軍の歌の解説文をよく研究し、この内容を通じて 偉大な首領様の革命業績を胸に深く感じ取らなくてはいけません。それでは今からみんなで登りながら金日成将軍の歌を元気よく歌って行進しましょう。 私はあの岩に文字を刻む事業に動員された万元で突撃隊員の一人です。親愛なる金正日同志は岩に、後のように伝えるべき優れた言葉を残すことは悪いことではないと指導なさいました。親愛なる指導者金正日同志のお言葉を高くいただき、私たちは彼の意志に従うことを決め、 12,000の峰を持つ世界に名高い金剛山に各種50の言葉を刻みました。この金剛山は偉大な首領様金日成同士が4回お越しになり、親愛なる指導者金正日同士は7回、不動不屈の同志金正淑同士は2回訪れた意義深い史跡です。金剛山には歴史的な出来事を記念する塔が立っています。
偉大な首領様キム・イルソン同志は1973年8月19日まさにここで尊敬するキム・ジョンスク同志と一緒に金剛山に来られたことを感慨深く思い起こされました。26年前尊敬するキム・ジョンスク同志は今記念塔があるこの場所で夫である偉大な首領様のために夕食の用意をしてくるのを忘れたことに気づかれました。そのためキム・ジョンスク同志は山に登るのを諦めて家に戻り偉大な首領様の好物の料理を作ったのです。その後ここを訪れになった親愛なる指導者キム・ジョンイル同志は解説員から偉大な首領様のお言葉をお聞きになりキム・ジョンスク同志の忠誠心を受け継いでいく決心を強くされそのことをお書きになりました。私たちは記念塔を作ってキム・ジョンスク同志の不滅の史跡を後々までも長く伝えているのです。1984年偉大な首領様キム・イルソン同志はソ連及び東ヨーロッパの社会主義諸国を公式親善訪問した。この旅の中で偉大な首領様キム・イルソン同志は社会主義諸国の統一と団結を強化することだけが経済封鎖をはじめとする帝国主義者のあらゆる政治的陰謀を破り
社会主義勢力を順調に建設することができる。また各国の一致団結と統一の力が帝国主義に対抗できると語った。この旅行で偉大な首領様キム・イルソン同志はヨーロッパの全ての社会主義の指導者たちと会い、兄弟的な友好を強化した。ルーマニア共産党、チャウシェスク書記長との記念写真。ルーマニアの踊り子に挟まれる偉大な首領様キム・イルソン同志とチャウシェスク大統領。ポーランド滞在中、偉大な首領様キム・イルソン同志は次のように言った。朝鮮とポーランド両国間の友好と協力関係は帝国主義との戦いにおいて勝利を収め、革命の業績を守り、社会主義全体の勢力を増すのに貢献している。特に我々は尊敬するヤルゼルスキ同志の断固とした措置によってポーランドにおける社会主義体制を守ってきたことを高く評価する。帝国主義者たちはポーランドを今日も明日も決して社会主義の道から外すことはできない。ホーネッカー、ドイツ民主共和国国家評議会議長は偉大な首領様キム・イルソン同志を祝して乾杯しながら、社会主義諸国の団結は敵のあらゆる攻撃に対して社会主義を守る確かな保証になると語った。ブダペストで偉大な首領様キム・イルソン同志はハンガリーが社会主義体制の安定と発展のための戦いで新しい大きな成功を収めていることを高く評価する。ハンガリー国民の成功と経験は社会主義諸国全体の貴重な財産であると語った。プラハでのサーク大統領との会談において、偉大な首領様キム・イルソン同志は独立回復後チェコスロバキアで実現した社会主義的革新並びに革命への前進はいかなる勢力も社会主義の行く手を阻むことはできないことをはっきりと示していると述べた。ブルガリア共産党、ジフコフ書記長との記念写真。ソ連共産党、チェルネンコ書記長との記念写真。偉大な首領様キム・イルソン同志は1ヶ月半にわたる社会主義諸国の訪問を無事に終え祖国に戻った。チョンジンでは約30万人の市民が熱烈に出迎えた。親愛なる指導者キム・ジョンイル同志は偉大な首領様キム・イルソン同志に順調に旅を終えたことに対して熱く祝い、心から挨拶を交わした。国際親善展覧館は偉大な首領様キム・イルソン同志と親愛なる指導者キム・ジョンイル同志に世界各国から送ってきた4万3000のコレクションが陳列されています。これらのプレゼントは我が人民の貴重な宝であると同時に大きな誇りとなっています。この扉は我が国の労働者たちが銅を鋳造して作ったものです。1枚の扉が4トンあり、4枚で16トンになります。Thank you.
大な首領様と親愛なる指導者が5回もお越しくださった栄光の避暑地で働いているキム・ボクスンです。私はキム・ヨンファです。私はキム・プンスンです。私がこのように偉大な首領様と親愛なる指導者同士がお越しになられた栄光の場所で働くようになったのは、偉大な首領様と親愛なる指導者同士の慈愛と配慮を考えないわけにはいきません。私は偉大な首領様と親愛なる指導者同士の慈愛と配慮のおかげで無料で思う存分勉強し、このようにソンドホテルで働けることをこの上ない幸福であり栄光であると考えています。偉大な首領様が訪問されたこのホテルはどの部屋も歴史的記念館です。私たちは偉大な首領様の教えを石碑にして残しています。このホテルを訪れた偉大な首領様キム・イルソン同士はベッドの配置一つについても私たちと一緒になって動かされたことがあります。ベッドを窓側に向けると不便だし、隙間風のために宿泊客が風邪をひいてしまうかもしれないから寝台の頭を壁側に向けなければならないと言って直接ベッドを持って壁の方に移動させたのです。また食堂に来られては食卓を並べるのも花を飾るのも芸術だとおっしゃってテーブルクロスや椅子にまで細かい教えをくださいました。接待員が着ているこの服や靴も全て偉大な首領様が私たちに送ってくださったものです。偉大な首領様の優しいご配慮のおかげで仕事に専念することができ勤務中に困ることは何もありませんでした。ここで働く私たち全てが偉大な首領様を我が国の父として敬愛しています。歌のように楽しい生活が送れるのも偉大な首領様のおかげです。本当に私たちは幸せです。この塔はチュチェ思想の記念塔です。チュチェ思想は偉大な首領様キム・イルソン同士がマルクス・レーニン主義を発展させて編み出した哲学です。チュチェ思想塔は偉大な首領様キム・イルソン同士が築かれた不滅の革命業績を後々の世に長く伝えるため1982年4月15日偉大な首領様キム・イルソン同士の70回目の誕生を迎えて建てられたチュチェ時代の大記念碑です。チュチェ思想塔の高さは170メートルです。そのうち石でできた部分は150メートル、炎の部分は20メートルです。炎の部分の重さだけで45トンになります。そして偉大な首領様がお生まれになった1912年4月15日から70歳になられる1982年4月15日まで25,550日お過ごしになったという意味から 25,550 個の花崗岩を真心込めてはめ込んで塔を建てました。塔の前にあるのは偉大な首領様キム・イルソン同士を高く称えて献上された死の記念碑です。この石碑の高さは4メートル横幅は15メートルあります。というのも偉大な首領様は4月15日にお生まれになったからです。石碑に刻まれた詩は12年からなっています。偉大な首領様は1912年にお生まれになったからです。この記念塔は偉大な首領様キム・イルソン同士の70回目の誕生日にちなんで70本の花で飾られています。偉大な首領様キム・イルソン同士がどうかご長寿されますようにと謹んで願う我が人民と全世界の革命的人民の人へに願う心を象徴しています。
ここから川の向こうに見えるあの朝鮮式の建物が人民大学修道です。親愛なる指導者金正日同志は人民大学修道とチュチェ思想党をこのように向かい合わせの位置に設定してくださいました。親愛なる指導者同志は党をここに建てれば人民大学修道で党を仰ぎ見ながらチュチェ思想を学習するという意味でとても良いとおっしゃいました。
この寺は龍光寺という平壌市内にある寺の一つです。現在約300人の信徒がおります。やはりこの寺も朝鮮戦争の時アメリカ軍の爆撃によって破壊されましたが、戦後復旧されました。偉大なキム・イルソン主席は戦後の苦しい時期にもかかわらず、この龍光寺を再建する教えをくださいました。その後、親愛なる指導者キム・ジョンイル先生はこの寺に仏像や絵の具を送って正確に修復するよう格別の配慮をされ、一切の備品や仏具などを完全に整えてくださいました。今この寺では二人の僧侶が戦前と同じように信仰生活を送っております。のみならず、市内に住んでいる信徒もこの龍光寺を拠点として日常的に信仰生活を送っております。社会を改革し、新しい人間像を作り出すことは、自主性を求めて戦う人民の最も重要な課題である。社会への隷属という重荷を投げ捨て、古い思想や伝統の束縛から解放される時にのみ、人間は完全に自主性と独立を獲得する。長い間、自らの自主性を求めて戦い続けている人民は、社会主義建設における究極の目標を実現しようとしている。それは、人間による人間の搾取を根絶し、階級による階級の抑圧、歴史的なあらゆる異物を取り除き、人類を解放するための戦いである。年月、階級的または民族的抑圧や搾取にあえいできた人民は、人類の命運と世界の将来を切り開くため、不屈の闘志を持って主権回復と自主独立の道を前進しており、ますます大きな役割を演じている。このように現代の進歩的運動の結果として、一世紀の間働く人民の血と汗を絞り取ってきた資本主義と帝国主義は、今や縫い目がほつれ衰退の際に立っている。祖国解放後、ゼロから出発した我が国の映画制作は、今最盛期の最中にあり、知世思想に基づいて革命の勝利のため実り多い戦いに挑んでいる我々人民に貢献している。ここに見る家は、撮影用に作られたセットの前景である。偉大な首領様キム・イルソン同志の生涯および偉大な革命的業績を描いた我が国の最も優れた映画がここで生まれた。我々は知世思想に基づいた映画の発展に格別な注意を払っている。白頭山、最初の軍隊、朝鮮の星など優れた評価を受けた劇映画には、偉大な首領様の肖像がスクリーンに登場している。歴史的事実に基づく朝鮮の星という革命映画は、キム・イルソン主席のあふれるばかりの名誉、革命史の一場面を描いた見事な作品である。
この作品は知世思想に基づく旗の下で朝鮮革命の新しい道を開いた時代を物語っている。この映画ではまず町や村の若い共産主義者が登場する。彼らは革命闘争であらゆる難関に打ち勝ち、国と人民を救い出すことのできる真の指導者を探し出す。若者たちはキム・イルソン同志の偉大さを深く知り、偉大な首領様に大きな信頼を寄せ、感謝の念を持って革命部隊の団結を図る中核として仰いだ。この映画は思想的に最も高く評価されている。ここではまたこの世の果てまでや丘の上のわしなどの映画が制作された。この世の果てまででは偉大な首領様キム・イルソン同志と親愛なる指導者キム・ジョンイル同志のためにきっぱりと決心し、世界の果てまでも行こうとする人民の思想的かつ知的な美意識を強調している。この映画はチュチェ型の我々の社会を建設する上で非常に重要な要素である。9月8日、 2.8 文化会館では5000人が出演する大公演幸福の歌が演じられた。構成は次の通りである。限りないこの幸福を歌う、慈しみの日を受けて金銀財宝を輝く、苦難の幸運、この世に羨むものはない、狩猟様を慕って千万里、党を慕って千万里、キム・イルソン将軍の歌。
여기가 판문점입니다. ここが反問店です。前に見えるのがアメリカの奴らです。あのアメリカの奴らのために我が国の平和統一が達成されずにいます。過去に何度か北と南の対話も行われましたが、あいつらのためにことごとく実らせることができませんでした。ですから我が国に平和統一をもたらすためには、あのアメリカの奴らが南朝鮮から早く出なければなりません。アメリカの奴らが出てこそ北と南の対話も平和統一も実現することができます。アメリカは現在ソウルで南朝鮮の独裁体制を強化し、戦争準備を進めていることを隠すために南朝鮮の手先と一緒にオリンピックを組織しました。私たちは南朝鮮軍隊を傀儡と呼んでいます。この会議場内の共同警備区域でアメリカ軍と南朝鮮傀儡軍隊が一緒に来ていますが、ここにいる南朝鮮軍隊は厳然たる朝鮮人です。朝鮮人は当然朝鮮語を話し、朝鮮人の習慣を持っているはずなのに、ここで勤務している南朝鮮軍隊は英語を話し、米の代わりにパンを食べるなどアメリカ式の生活スタイルに従わなくてはならないのです。あそこに見えるのが人工的に隔てられたコンクリートの壁です。あれは西海岸から東海岸まで完全に横断しています。山に住む野生動物も一つの大地を自由に行き来できなくなっています。かつては苦しい生活に耐えきれず境界線を越えてきた人も我が国に逃げる唯一の可能性をなくしたのです。これを作った目的は政治的には朝鮮を永遠に二つに分けることであり、軍事的には極めて重大です。侵略的な武器をあの下に隠し、侵略する攻撃の出発陣地に利用できるようになっているのです。朝鮮民主主義人民共和国創建40周年を祝う平壌市民大会を開きます。朝鮮人民の全ての幸福の組織者であり平等者である栄光の朝鮮労働党万歳。
친애하는 지도자 김정일 동지의 탄생 쉬인 돌을 맞으며 중앙기관 정무원들이 준비한 예술 서품 종합 공연을 시작하겠습니다. 처음으로 정무원 최용림, 김복신, 김다륜 부총리를 비롯한 위원장 부장들이 준비한 중창입니다. 친애하는 지도자 동지 고맙습니다. 사령관이신 친애하는 지도자 김정일 동지께 우리 중앙기관 정무원들은 사회주의 경제건설에서 새로운 혁신을 일으켜 김정일 동지께 드리겠습니다.